はい、始まりましたフィールド TV です。11月のマンスリーゲストはチョン君こと橋口ひろと君です。あ、もうこんばんは。よろしくお願いします。仕事帰りで疲れております。いやいや、全然疲れてないです。全然疲れてないですよ。9月にね、9月の23日にアルバムを、はい、まあ、ミニアルバムを発表しまして、その制作一緒にやりました ね、 この夏はね。ありがとうございました、はい、なかなか素晴らしいアルバムができたんじゃないかと思いますが、今日はそのチョン君のですね、まあ、人となりといいましょうかをちょっと掘り下げて、聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、宮崎出身、ね、あ、そうです、宮崎で出身。宮崎、もう生まれも育ちも宮崎。生まれも育ちもそうですね。で、大学まで宮崎ですね。はい、宮崎って実は正直なところね、あんまり行ったことあるはずなんだけどあんまり覚えてないし、なんか宮崎県っていうイメージが湧きづらいんだけど、あ、どんな町ですかね。あ、どんな町、なんか、ね、あったかいところなんですよ。 あったかいくて本当にまあのんびりしてる町っていうか、本当、はい、高校生ぐらいの時とは何して遊びました？あ、遊びですか、うん、あ、ボーリング。やっぱボーリングなんだ。カラオケ、カラオケ。あ、そうです、カラオケとボーリングと、でもそれぐらいし、逆にそれぐらいしかなくて、ね、海は、ああ、はい、海遊び行く感じ？僕が住んでたのは結構内陸の側で、まあ、宮崎って言ってもこう海もあれば山もあるみたいな感じなんですけど、はい、僕の場合はどちらかというと山とかあと川とかで遊んでましたね。例えば東京とかで知り合った、はいはい、人を、はい、遊びに来るとしたら、はい、どういうところに案内するか。でもそれこそやっぱり今言ったような逆に森に連れて行きますね。森、お、何もないところに連れて行くの。お、結構大自然な感じ。あ、もう大自然です。あ、そうなんだ、はい、でも若者たちはどうも実際そこにこう閉塞感とかそういうのはあるの？多分国大好き、ふるさと大好き、まあ少なからずとか同級生はすごい地元が好きですね。地元は強いんだ、はい、すごい強いと思います。そうなんだ。僕自身もというか、いつかは帰りたい。そうですね、ゆくゆくは、ゆくゆくはといってもまあどれぐらい先なのか、まあ、引退したらぐらいは。そうですね、はい、で大学まで宮崎にいて東京に仕事で、そうです、はい、就職で出てくるんですよね。そう、就職で出てきました。そうですね、はい、その時こう自分が今まで宮崎で暮らしてた人間が東京に行くっていうところでこうプレッシャーなりなんだりってありました？ありました。身寄りもこっちに全然いないんで、まあ、親戚もいないんで、うん、東京の印象、イメージはまず来る前はどういうイメージ？あ、来る前はもうそれこそ、その地元でテレビつけたらその地元のことなんかよりよっぽど東京とかの方が取り上げられてるんで。そうなんだ。まあ、表参道のあの感じとか、うん、ああテレビで見た通りだなみたいな。実際東京出てきてどこ行ってみました？あ、結構行きました、いろいろ行ったんだ。東京タワーだ。東京タワーもちろん行ったし、まあ、浅草とか、まあ、その観光と呼ばれるところというか。あ、東京ではまずどこに住んだの？あ、住んだのは、代々木ですね。代々木、代々木、うん、結構だね。そうです、もう真ん中に住みましたね。そうです、結構家賃高えみたいな。あ、で、まあ、実はその、まあ、僕今でもサラリーマンしながらアーティストをやってるんですけど、その会社の寮に。あ、寮だったのか。そうです。なるほど、はい、でもその後一人暮らしになるの？そうですね、実質は二人暮らしというか。あ、なるほど。あ、そういうことか。そうです。それなの、相方と。あ、そうです。あ、元、まあ、それが寮出てそっちに入ったんだ。そうです。なるほど。まあ、ご存知の方多いと思いますけど、ソルーナという二人組をやってましたね。はい、そうです。一応またねということになった。そうです、またねということで、はい、またねということに、はい、またねということ。あと今今後はソロで活動していく。そうですね、はい、ソロを中心に活動していくということで。じゃあ東京出てきた何歳ですか？23ですね。じゃあ今30。そうです。ってことは7年ぐらい。 あ、そうです。じゃあもうほぼ東京の人になったかな。まあ多分そうだと思います。まあいろいろその中でも、まあ、細かい話をすると、うん、1年間福島に行ったりだとかしたんで、まあ、実質6年っていう感じですけど、まあ、5年目ぐらいでなんとなくこう、まあ、分かってきたかなみたいな。ね、言葉はどうだったの？あ、言葉はこっちは全然、だからさっきも言った通りテレビから聞くあれなんで、あ、全然違和感はなかったんですけど。でもつい国の言葉が出ちゃったりとか。あ、あります、あります。で、意味が通じないみたいな。あります。あ、結構ある。あります、あります。宮崎結構きついっていう話なんでね。そうですね。その僕らのそのじいちゃんとかばあちゃんとか そこの世代から比べるとも全然大丈夫なんですけど、まあ、こっちの方が聞いたら意味が分かんないこととか
例えばそれをそれ直しといてって言うんですけど、それ直すって普通東京の方ってこう修理するとかの意味じゃないですか。こう宮崎では片付けといてみたいな、それ片付けといてっていうのを直すとかっていう、ちょっとこう微妙に言葉ニュアンスが違うとか、はい、イメージとしてはやっぱ地方都市なかなか大変なところも多いと思うんですけど、はいはい、宮崎は結構町自体は頑張ってる感じですね。そうですね、まあ人口もそんなに多くはないんですけど、まあ、地元でのイベントはまあ結構あったりとか。あれなんだ、宮崎にはお殿様がいないんだ。あ、そうです ね、そうです。ちょっと調べたんですけど、割とほら九州ってど何々藩何お殿様がいてお城があってみたいなのあるけど、宮崎にはない。そうです、ないです、うん、だから逆にその郷土愛が薄いのかって一瞬思ったわけ。あ、そういうわけでもないんだね。面白いですね。南国というなんかジャイアンツがキャンプに行く街という、そうです、印象がすごくありますけど、そんなチョン君ですけども、アルバムを先ほども言いましたけど、はいはい、ありますね、はい、はい、ライナーという 5曲入りのアルバム、4曲入りのアルバムを、はい、出しましたね。そうです。このアルバムへの思いというかね、その辺をちょっと話してください。思いはですね、まあ、今回ライナーっていうタイトルは、あ、そうです、タイトル自体がですね、実はこの1個前の完全自主制作で、マイコーディネートって呼ばれるCD を作ったんです。まあ、コーディネートっていうのは要は点ですね、座標って意味なんですけど、うん、まあ、それかこう、まあ、点がいくつも集まると、まあ、やがてそれをつなぐ線になるということで、そうです、でライナーということで、今の自分を、まあ、こう積み上げていく過程で、うん、まあ、今こう線になり始めてるんだと。この収録曲はソルナじゃなくソロの楽曲、はい、あ、そうです、もうこれは完全に自分のソロの楽曲です、ね、ソロ楽曲を集めた、はい、ということで、なかなかスケール感もあったり、あ、ほのぼのした曲もあったり、あ、そうです、ね、すごくバラエティーに、ね、4曲だけどバラエティーに富んだ、ミニアルバムになってますよね。レコーディングしててどう思いました？しっかり撮ったのが、しっかり撮るっていうのは、初めてだったので、で、まあ、アレンジについても、山井さんに本当に全部、もともとはアコースティック だけそのアコースティックギターだけだったのに、ここまでこうアレンジによって世界観が変わるんだなっていうのが、なんか、ね、君のその曲のイメージとかアーティスト性とかっていうのをうまく出したいなと思って、曲ごとにすごくイメージを変えたアレンジをしてみましたという感じですけど、ありがとうございます。ぜひともね、聴いてみてほしいし、今回2曲ね演奏していただきますけれども、はい、とりあえずじゃあ演奏してもらう曲の曲紹介をしてもらおうかな。はい、これの、1曲目とあと3曲目に入っているですね、はい、兆しという歌とあと光へという歌を聞いていただきます。若干哲学的な印象も持てるようなタイトルですね。はいはいはい、特に光への方がね、はい、すごいスケール、それこそスケール感のあるアレンジをして、なんかね、どんどん引っ張り出される感じだった。ああ。兆しはどういう時に作って？兆しは最初のそのライブの一発目で歌うちょっと印象的な歌で、まあ、ポジティブな印象の曲っていうのが作りたいなと思って、まあ、作ったという感じ。光はこういう。これはもう僕のこう何ですかね、こう内面を描いたというか、何かこう特別な事件があったから自分の中ってわけではないですそれはないです。何かこうすごく自分をなんか高まらせるための何か楽曲なのかなっていう印象をすごく持ったの。そうですね、その通りです。やっぱり歌う上で何を、まあ、理由にって言ったらちょっとあるかもしれないですけど、根がちょっと暗い感じがある、まあ、ちょっと今はだいぶ変わったと思うんですけど、まあ、でもそこからこう出したいという気持ちもこもってるというか、はい、ある意味こうポジティブだし、こう自分を見つめて先へ手を伸ばしていくっていうね、力強い楽曲ですね、光へって感じでね。ありがとうございます。それでは、今後の活動の、はい、告知等ありましたか？こちらの告知は、あ、そっちですね、はい、まずはこの、まあ、先ほど紹介いただいた CD ですね、これを持ってですね、いろんなところでライブ活動をしています。11月にですね、多分今ライブが10本ぐらい、そんなに入ってるんだそうで、いろんなところで今ライブさせてもらう機会が多くなってきたので、
ぜひぜひ、まあ、CD も手に取っていただきたいんですけど、まあ、ライブがやっぱり一番僕を知ってもらうにはいいのかなと思うので、ぜひライブに来ていただければと思います。その辺の情報がですね、ツイッターで、から発信してますので、ぜひツイッターの方をフォローいただければなというところです、ね、はい、はい、ということでございますので、ジョン君の、今後の活動、はい、ぜひチェックをしていただきたいなと思っております。11月のマンスリーゲスト、橋口ひろと君、はい、ジョン君でした。ありがとうございました。ありがとうございます。山西さんと初めて真剣な話をした感じがして、新鮮でございました。毎週金曜夜9時ビルド TV よろしくお願いします。